われたことがあったんですよ。わ、今日は陽子さんの目力の強すぎる剣についてみたいな、うん、そうなんですよ、もう怖い、すごいなんかもう大変なことになって、はい、なんか嘘と思って、私全然そんなつもりはなくって、うん、何も睨んでないのにと思って、ヤンキーでもなかったんですけど、はい、なんかヤンキーなように見られてたみたいで、私そんなことないのにと思って、ちょっとお客さんに対してその態度はみたいな、そうそう、その態度は何って感じで言われてたんですよね。美容師って結構ね、中はね結構厳しかったりするんですよ。で、言われたのが、とにかく怒られて言われたのが、もうおかしくないでも笑っとけみたいな感じで、すごい、まあ、大阪だったので、うん、なんか笑わんかこらみたいな感じで言われてて、笑わんかって怒られてる、そう、怒られながら、うん、もう無理やり顔をピクピクさせながら笑ってたんですよ、うん、でもすごい効果がありまして、やっぱりずっと笑い顔をキープさせられてるっていうか、無理やりにでも笑ってたら、なんかそんなに何て言うのかな、嫌な感じがなくなってきたんですよね。陽子さん全然別にきつい顔とか思わないです。そうなんですよ、はい、なんか昔の顔はとってもきつい顔だったんですよ。写真を見てもびっくりするんですけど、私も本当の丸一重で、もう顔が全然違ってて、なんかとてもきつい、もっときつい顔してるんですよね。でもなんか笑いじわなんですよね、私の双子。もう笑いじわになってしまって、あんまり聞いたことないですけど、笑ってるうちに二重になるんですか。そうなんですよ、うん、本当に顔がちょっと変わって、なんかもう笑ってるうちにそんな笑い顔みたいな感じになってきたんですよね、うん、で仕事自体もそんなに嫌じゃなくなってきたっていうか、もうとてもなんか毎日なんかもう嫌だ嫌だと思ってたのが、だんだん笑ってるうちに別に嫌でもなくなってくるっていうか、うん、あ、面白いから笑うんじゃなくて、笑ってるから面白くなるっていうね、なんかそんな感じでした、うん、本当にこれは経験したことで、やっぱり無理やりにでも笑ってきた方がいいんじゃないかなと思います。でなんか私沖縄に来た時に、うんうん、美容室やっぱり入って美容室勤めた時に、はい、なんか割と若い子が多い美容室だったんですよね、従業員も。ならなんか若い従業員がとってもなんか怒ってるみたいな顔で、不愛想に仕事をしていたので、はいはい、でも仕事終わったらすごいみんな楽しそうに、なんか遊びに行ったりするんですよね、はいはいはい、ご飯食べに行ったり、もうすごいニコニコして、もうなんであんた仕事中にこの笑顔を見せないのみたいな感じで言ったんですよ、うんうんうん、そしたら、って仕事中はすごい緊張してるからって、緊張してるんだよって言うから、うんうんうん、と思って、緊張してこんな怖い顔なってんのと思って、怒ってると思ったみたいな感じでびっくりしたんですけど、でも本人はそういうつもりなくても、そうなんですよ、周りが見たらそう思いますもんね。そう、なんかツンツンしてるような、うん、よくほら若い美容師さんでとってもかっこいい美容師で、なんかちょっとツンツンしてるような人がいるじゃないですか、うん、なんか本当にかっこよくって、こんな人って案外なんか緊張してるかも、あ本当にびっくりするんですけど、なんか緊張してなんかツンツンしてるっていうのがあるみたい。あ、じゃあちゃんと仕事しないとみたいな、失敗してはいけないとか、そうそうそう、いけないみたいな感じで、うん、お客さんにちゃんとしないとみたいな感じで、うん、でもお客さんこの人なんか怒ってん違うかな、うん、みたいな感じで、近寄りがたい、うん、はい、なんかまあ綺麗だしみたいな感じで、うん、そんな人が結構いました、うんうんうん、本当にびっくりして、でも本当に無理やり笑ってたら、やっぱり笑う角には福来たるっていうのが昔のよく言うじゃないですか、うん、本当にそうだなと思いますよ、うんうん、ニコニコしてたらとにかくなんかまあ周りから見るのもなんか話しやすくなるし、うんうん、なんかまあ仕事自体も案外楽しくなったりします。普通にしてる顔がもう笑ってる顔になってる。はい、でも私になんか割とそう言われるんですよ、うん、なんかなんで笑ってんのっていつも言われてて、私がだからその子に質問した時に、なんでそんな怒ってる顔してんのって言った時に、なんでそんな面白くもないのに笑ってんのって言われたんですけど、うん、でもこうやって無理やり笑わんかこらって言われて笑ってるうちに、はい、笑う顔が標準になったっておっしゃったけど、はい、それを標準になるまでの間、はい、なんか不自然な時期あると思うんですよ。すごい不自然でしたよ、最初。
なんじゃこりゃみたいな。なんで、え、なんで何笑ってらっしゃるんですかみたいな。気持ち悪いけど、あんた気持ち悪いよみたいな。なんか不自然に笑ってるけどみたいな。これどうやってこらえたらいいですかね。いや、わかんないけど、もう自然になんかそんな感じになってたんでしょうね。でもまあ本当に楽しくなくてもね、楽しいことを自分で思い描いて、うん、楽しく思うっていうのもいいかもしれないですよ。なんかね、まあ、美容師さんも近寄りがたい、この人きついなと思ってても、はい、案外中身は緊張してるかもしれないから多めに見てやってください。そこまででもね、なんかや機嫌悪いのかなとか、忙しくて疲れてるのかなとかね。そんな人いるじゃないですか。すごい美人な若い美容師さんよくいるじゃないですか、はい、でもあんな感じ、でも怒ってるわけではないんですよ、あの人たちも。私はなんか別に美人でもなかったんですけど、ずっと機嫌が悪そうに見られてたんですけど、でも無理やりでも笑ってたらやっぱり変わってきます。はい、じゃあちょっとその不自然な時期を乗り越えて頑張って笑おうと思います。はい、はい、よろしくお願いします。はい、なんかね、美容師のなんか裏話っていうのもぼちぼち入れていきたいなと思ってるんですけど、はい、まあ、今までも入れてきたんですけど、はい、でもなんか案外普通の感覚なんだけど、ちょっとずれてるところも美容師ってあって、なかなか面白いと思います。はい、お客さんの立場しか知らないんでね、面白いですね、そういうの聞けるのは。そうですね、よくほら美容師ってなんか一つなんか言おうかなと思ったら、美容師って髪の毛切るのがとっても好きだからいっぱい切るんでしょみたいな感じで、短く言ったのより短く切りますよねとか言われるんですけど、そんなことはないんですよ別に。切りゃいいってもんじゃないですよね。なんかそんなことはなくって、うん、なんかやっぱり伝え方とか、うん、そういうのでちょっと差が出てしまって短く切ったっていうのもあるかもしれないけど、別に切るのが好きだから短く切ってるわけではなく、でもしいつもこの人短く切るなっていう美容師がいたら、もうもっと もうちょっと切ってって言われるのがめんどくさいから切ってると思います。へ、時間短縮みたいな。時間短縮っていうか、もうなんか何回も言うからみたいな感じで切ってる人もいるかもしれないですね。でも日々このお客さんは素人じゃないですか、はいはい、で自分なりの表現でこういうふうにして、ああいうふうにしてとか言うじゃないですか、はいはい、これを汲み取るのなかなか大変ですよね。でもなんかちゃんとやっぱり話することが大事ですよね、うん、私なんかもう、こんなって言ってるはずみたいな感じで切ってしまって、やっぱり失敗したことも何回もありますので、うんうん、はいはい、やっぱりお客さんの方も伝える努力もしてほしいんですよね、うん、ね、言ってほしいんですよね、あ、もうちょっとこんなだったとか後から言われてもつなげられないので、やっぱりコミュニケーションって大事ですよね、うん、はい。ね、なかなか美容師とつな、なんていうの、おしゃべりするのもなかなか難しいかもしれないけどね、うん、普段のことはいっぱいしゃべってくれるけど、この髪型についてなかなか言ってくれないこともあるので、ね、なんかちゃんと伝えていただきたいと思います、うん、はい、ここら辺で1曲お願いしたいですね。やってるんですけど、牛パーとかやってみてください。なんか私も勉強になる。ちょっとひどすぎる。
見てしまうんですよ。ネットでもネットを寝る前にやったら熟睡できないってね、あの光がね、なんか言うじゃないですか。あ、もう美容のためにやめた方がいいですね。なんか夜はでも夜しかやるときないと思うんだけど、夜はやめた方がいいって言いますね。まあもう Wi-Fi 切っとこ、充電せんとこ充電しなければ。なんかいろんなことが気になっていろんなのを見てるんだ。そう、なんか、普通にあの靴かわいいの探してたりとか、なんかもういろいろネットショッピングですね。切り方ちょっとフェードアウトが早いからもうちょっとゆっくりやらないと、あ、なんか急いでいる感じ、なんか聞いてる人が、はい、急いで曲終わったみたいな。 あとあの BGM はこの辺のものをかけてるような、はい、チェックついてるやつに自動的に次々行くようになってるね。これはランダムな曲だからしといたらCM 明けは BGM 上げといて、あ、上げちゃう、ふわっと上げてからすぐマイク入れます。はい、10秒前ですはい、ヒップスチャンネルです。後半はですね、ちょっとお化粧品の話をしようかなと思って、はい、ほらシミとかやっぱり気になるじゃないですか、はい、で紫外線も強いので、うん、あのお化粧品なんですけども、私が美容師になって最初になんか教えられたことがあれなんですよ。みんな下地っていうかコスメなんていうのかな、化粧水とか美容液とか、はい、ああいうのにはすごいお金かけるんですけど、うん、なんか上に塗る のファンデーションであったり、うん、シャドウであったり頬紅であったり口紅であったり、そういうのをなんか案外お金かけない人も結構多いんですよね、うん、はいはい、でも本当は反対なんですよね。本当は上に塗るものファンデーションであったり色がつくもの頬紅であったりこういうのをちょっといいものを使わないとこれがシミの原因になるんですよへえ、なんかみんな反対にもう節約してるけども美容液はいいの使おうとか、うん、なんかそういうふうになんかする人も多いんですけども、うん、じゃなくってやっぱりファンデーションとか色のつくもの
をなんかあのちょっといいのを買ってほしいんですよね。そうじゃないとこれがあのシミの原因になってあの色素沈着だから唇の色が悪かったりなんかあの頬紅のところに全部シミになったりする人がよくいるじゃないですか、うん、これは割とあのこの化粧品の成分がですねあの紫外線に当たってシミになってしまうっていう部分もすごくあってでですね、あの気をつけてほしいところなんですよね。じゃあこの成分を一応調べて、はい、それが入ってるかどうかとか見たいやっていうかまああのいろんな成分今使われてるので、うん、なんか自然だからいいっていうわけでもなく、うん、あのとにかくシミにならないものがいいんではあるんだけど、うん、あんまりあの安いの使わないでほしいですね。あはっきり言ってごめんって感じだけどごめんって感じだけどえでも高ければ大丈夫ですか。ある程度いいと思います。やっぱり成分変わってくると思いますよ。なんかあのいろんななんか実験とかあの火に燃やしたりいろんなこともやった時期もあったんですけど、うん、やっぱりあのある程度なんかあのきちんとした会社っていうのはそんなに悪くないような気がします。燃やして何が分かるんですか。火にあの、うん、どういうのシミになるかどうかとか、あなんかあの紫外線をどれぐらい当てたらどういうふうになるかとか、なんかそういうのもあのテストしたんですか。テストいろいろ、うん、した時もありましたね。よくほら繊維なんかでもほら洗濯したりなんかそういうテストってやるじゃないですか。あんなのと一緒でやっぱりあのこの紫外線とか一番あのよくやったのがあの豚のなんか皮って人間の皮膚に一番よく似ていてですね、これであのちょっとチェックしたり、じゃあチラガーとか買ってきて。そうですそうです。チラガーっていうかあのなんかチラガーは買ったことないんだけどあのなんかちゃんとかあのなんていうの毛は剃られてる、なんかあのこのお肉でやったことがあります。なんかで洗顔してその後どうなってるかみたいな。洗顔っていうか、うん、まああのやっぱりなんかいろいろやったんですけど、まあ、あれ死んでるからね、あれなんですけどね、はい、でもやっぱり自分の顔とかいうでもいろいろなんか試してみたりしてもやっぱりちょっと成分がちょっとお安いものだとなんかシミになりやすかったりしますよ。うーん、はい、面白いですね。私こんな実験してみたい、はい、してみたいんだ。でもすごい全然面白くもないけど別にやっても結果どうなりましたみたいな、はい、表を作ってなんか、はい、なんか眉毛とかも私これで、うん、実験した時もありましたよ。でなんかカミソリ、顔をなんか剃るのもこれで実験したことあります。豚あ豚って毛ついてるじゃないですか、はい、あれでなんか実験したことあります実験っていうか剃る練習みたいな剃り心地っていうかなんか皮膚に似てるからね、うん、ちょっと練習したことあります。そっかそっかそっか、はいはい、自分のやるのと人のやるのまた違いますもんね。はい、私顔剃りもちょっとやるので、うん、そういうので練習した時もあったりますね、なんかこんなにくっついてくると思わなかった。あ、そうなんだ。なんか自分の感覚とってやっぱり人と違うんだなと。あ、はい、そうですね。まあそこはどうでもいいんですよね。その、うん、だから。だからちょっと日焼け、うん、どういうのシミになるからちょっといいの使ってねって色がついてるのはって思う。へえ、なんかイメージとやっぱり。言ってる通り間違ってました。そうなんですよね、うん、なんか中に塗るのをみんな頑張っていいの使うんだけどそうじゃなくって色がついてるのをちょっといいの使ってほしいですね。怖いです。わかりました、はい、そういう子なんですけど、うん、今日はまあワンポイントレッスンなんですけどもはい、ヒップスのワンポイントビューティーレッスンワンポイントビューティーレッスンでお尻、はい、お尻をちょっとアップしたいなと思って、うんうん、はい、なんかでもあれみたいですよね。外人さんなんかお尻大きい方がかっこいいとか言って、うんうん、はいはい、なんかシリコン入れる人もいるってよく聞くんですけど、ね、なんかすごいと思って、うんうん、でもまあお尻が垂れてたら嫌じゃないですか、うん、大きくてもいいけど垂れてたらちょっと変なので、うん、ちょっとお尻をアップさせたいなと思います、はい、うんうん、これはですねちょっと立っていただいて、うん、足首からお尻の方に向かって外側の筋肉をですね、はい、
こう細かくつまんでいくんですよ、上に向かって、うん、細かくちょっと強めに、うんはい、そうしたらあのお尻ってすぐ上がるんですよ、うん、本当にあのやったら分かると思うんですけど、外側だけでいいんですか？外側だけがいいですね、うん、あんまりあのいろんなとこやらない方がいいです、うん、外側だけを細かく細かくあの上に向かってあのつまんでいったらかっこいいお尻になりますかっこいいお尻になりたいじゃないですか、なんか、はい、あのお尻が垂れてたらこれがもうなんか日本人っぽくってぺったんこになっちゃうので、ちょっとあのピュッとしたお尻になっていたり、昔気にしててあのもっとすごい運動してましたよ、あの後ろに蹴り上げたりとか足を、あはいはい、うんうん、いいかもしれないですね、うん、どう後ろに蹴り上げるってことは多分でも膝とかにいいかもしれない、うん、なんか膝の運動みたいな感じでいいかもしれないですね、うん、でも本当に簡単なんですよ、あの外側の筋肉をもうちょっと強めにつまむって感じで足首からお尻の方まで、うん、あの細かく上に上げていただいたら、うん、本当に簡単に後ろ上に上がるんです。これ毎日来る、あの毎日というか1回でもすぐ分かりますよ、うん、1回でもすぐ分かるんだけど、うん、毎日繰り返してたらこれが持続しますので、かっこいいお尻になります、うんうんうん、かっこよくしてほしいなと思います、はい、私も ね、 足が長く見えますもんね、上がってたらね、あそうですよね、うん、足も長く見えるし、なんかあのスタイルがとにかくよく見えるので、うんうん、あのお尻が上がるっていうことは本当にあのかっこいいことなので頑張っていって、うん、今からうさぎの時期でもありますよね、はい、だからあのショートパンツとかでもねかっこよく着こなせるんじゃないかなと思いますよ、うんうん、水着とかもね、うん、今から着ないといけないので、うん、そしてこれついでにあの、まあ、上に上げたらお尻のこのまん丸いところがあるじゃないですか、はい、これをちょっとあの上に上げる感じでピッピッピッってあの お尻を丸くこのお尻のこの丸いところをこうなんていうのかな、上に持ち上げていただいたらもっと効果があると思います。あ片手で掴んでですか、うん、こう細かくですね、お尻の形をこう細かくこう上にこう半円を描くように上に上げるっていう、何年指でですか、指で指4本の指で4本の指で、うん、やってみてくださいまあ簡単なのでね、はい、誰でもできると思います、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、チャンネルでした、また来週よろしくお願いします。